ってまいりましたのは北34条、先ほどの麻布駅の隣の駅になります。 N02 番北34条駅です。さて、私は北34条駅で降りたのは一つ理由がございまして、なんとなく廃墟マニアの方がちょっと喜ぶんじゃないかという、そういう裏の出口があるというところにちょっと行ってみたいと思います。まずは出口から出てみて、それをちょっと紹介したいと思います。やってきましたのは北34条2番出口の裏と言っていいんでしょうかね。まあなんか某所ではなんか裏出口みたいな言い方はされてますけれども、まあそちらの出口に来てみました。こちらのビル、北34条ステーションビルと申しまして、建てられたのが1976年です。地下鉄の開業が1978年、このルートはこの区間は78年に開業になっているので、まあ、その2年前にできたビルだということです。で、このビルの反対側がちょうど札幌新道、いわゆる高速道路と並行している道になるんですけれども、まあ、そちらの方はそこそこいいかなっていう感じなんですけどね。この反対側のこの出入り口ちょっと入ってみたいと思います。ちょっとタクシー来たので、それを見逃してそれで渡ってみたいと思います。まあ、若干の利用はあるみたいですね。早速真向かいにシャッターが閉まってるという感じなんです。で、ここにちょっと案内板が見てあるので見てみましょう。インフォメーション、サブウェイ、ノースサリフォーテナントショップって書いてあって、現在地がどこだ、現在地ここですね。ここで、ブティックリズさんがあるはずなんですけどない、それから WC 階段の反対側だそうです。で、これが閉まってる。そして突き当たりが、24時間営業サウナ、あ、ごめんなさい、メンズ、サウナ34、24時間閉まってる、そんな感じです。あとなんか、時計修理三好なんとかとか、洋服修理、化粧品ハンコとか、成功また寿司なんとかかんとかってあるんです。まあ、ちょっと歩けるだけ歩いてみましょう。歩けない、そんな感じなんですね。なので今使えるのはここ、この階段だけで、もうシャッターシャッターシャッター、トイレまでシャッターってなってるんですね。まあそんなに距離ないんで、まあ、パッと行ってみましょう。スーパーなんですけど、スーパーは原材料です。それから降りてみるとさらに100円ショップがあるみたいですね。営業時間が朝の7時から夕方夜中12時24時まで。これどうでしょうか。ちょっと地下鉄に入る、地下鉄に入る、さっき喋りながらここ登ってきたんで、小顔の方、これはもうやってるっぽいですね。ちょっと見てみます。入り口でも、これ降りるともう地下鉄駅なんですけれども、
かり暗くなってしまいまして、本当に廃墟って感じなんですね。廃墟の中を降りる地下鉄の入り口、全国の何か所で設置的にはあるんですけど、この飾りからすると、まあ、今日日曜日なので閉まってるだけだと思うんですけど、こちらはまだお店やってらっしゃるんですね。これ何屋さんですか？リラクゼーションかな。結構小顔のことで、結構小顔のお姉さん2回ぐらい行ってきましたね。ベンチですね。この椅子面白いですね。椅子として使うんだったらば、なんかどっち向きで座ったらいいのって感じですけど、まあベンチとして使うのかあーって感じです。先ほどのワールドワン 100円ショップどこにあるんでしょうって、もうここだったんですね。実は何もないテナント募集ってとこだったようです。こんなのがあったよ。はじめまして、札幌猫クラブです。これは何でしょう。主な活動内容、動物の保護活動の里親探し、市民と猫が共生できるための地域猫活動。あ、これ猫って感じですね。猫大好き。犬か猫かって私言われたんで、どちらかというと猫派かなという。で、割と黒猫飼ってみたいのが昔からありまして、黒猫いいですよね。なんかそのなんていうかな、シンプルでシックでスラッとしてて知的な感じがするという、私あのそういうの大好きだなと思って、まあ、黒猫は飼ってみたいんですけども、なんせうちの父親が、まあ、昔から猫嫌いで、猫飼わせてくれないっていう、まあ、飼ってて目立ったこともないんですけどね。まあ、もしちょっといろいろ余裕ができたら猫は飼ってみたいと思いますと言っているうちに、着きました北34条駅の駅舎です。ではまた次の駅に向かいたいと思います。ということで、次にやってきた駅は N03 番北24条駅です。なかなかレトロな時計です。もうお昼の12時何分か前になって、だいたい近くなりましたけれども、結構いろんなバスが止まっ、あの発着する場所で、大通りの前回の東西線で、まあ、紹介したバスセンターよりも、まあ、本当に元気がいいなという、そういうところです。ただここも1971年に、の年末に開業しておりまして、そうですね、なかなか元気のいい、あの今でも結構元気のいいところだとは思います。こんなのあります。なんか昭和な感じがしますけど、名店街入り口、お気軽にご利用ください。ちょっと登ってみましょうか。お昼ご飯もちょうど昼前なのでちょうどいいかもわかんないです。何か空いてればちょっと入ってみましょう。年越しそば受けたまわります。そう、もう年末なんでね、今日12月10日なので、喫茶ブラン、あ、いいですね。こういうところ行ってみましょうか。ちょっとこの喫煙できますというのは、ちょっとこれが気になります。私本当にタバコは苦手なので、おそばがいいかもしれないですけども、どうでしょう。不動産屋さん、結構いろいろありますね。ちょっと回ってみましょうか。服屋さんとか、さっき階段上る下のところにブランドショップが、登ったところにブランドショップがあったり、ここは何屋さんかな、金券ショップっぽいですね。北海道エアートラベル、格安航空券、商品券、ビール券、図書券、まあ、よくある、金券ショップ。それからここは、あ、マッサージとかね、カイロプラクティック、なんだ、小顔修正、小顔矯正のお店、
それから美容院とパーマ屋さんの小髪さんというのか、小髪さんというのか、小髪さんというのかな、があるようです。だから先ほどの北三十四条駅よりは割ときちっとお店が営業している感じですし、まあ、電気もしっかりついてて、とても、まあ、なんていうかな、精神的にも精神衛生的にもいいかなという感じですけどね。まあそこもそうですね、本当工事入っていたので、もうどんどん綺麗になってくれればそれはありがたい話ではあります。街もそうやって元気に明るくなってくれればね、より活性化しますし、ましてあそこ本当に高速道路に近いのでね、だいたい西5丁目なので札幌北インターがだいたいあの辺にあるはずなんです。床屋さんとか服屋さんとかそういう美容系のお店が多いです。美容とかファッションとかそういうお店が多いんですけれども、残念ながらご飯屋さんは開いてなかったようです。残念残念、まあ、また今度にしましょう。